始まりました関西音楽情報ネット番組ブラッシュ TV です。お相手はもちろんウェルカムマンです。皆さんよろしくお願いします。さあ今回もですね、素晴らしいアーティストのミュージックビデオそして街頭インタビューもあります。最後までお見逃しなく。それではまずは次世代大阪ピアノロスクバンドシーズのミュージックビデオをご覧ください。どうぞ。さあお送りしておりますシーズでロンググッドバイのミュージックビデオです。さあそんな彼らなんですが12月の8日自主企画ライブが梅田シャングリラであります。ぜひライブに遊びに来てください。さあ続いては宇宙の真央さんからコメントそしてミュージックビデオが届いております。ブラッシュ TV をご覧の皆さん宇宙真央です。ギターを弾いて歌うシンガーソングライターをやっております。この度11月4日に宇宙魔王の3枚目のミニアルバム7つの歌あなたの虹になれをリリースいたしました。この作品の発売を記念いたしまして12月に宇宙魔王の自主企画ライブを開催いたします。12月5日に渋谷のプラグで難波志保ちゃんをゲストにお迎えして開催します。12月17日には東京を飛び出して高松のスピークローでゲストをはるかとみゆきちゃんをお迎えして開催いたしますので皆様ぜひお近くの方は遊びにいらしてください。そして年末12月31日にはカウントダウンジャパンに出演させていただきます。そちらにお越しの方がいらっしゃいましたらそちらでも一緒に楽しい時間を過ごしましょう。それでは7つの歌あなたの虹になれに収録されております音楽への大きな愛を歌った一曲を聴いてもらいたいと思います。宇宙魔王でハローグッドミュージック。さあお送りしております。11月の4日リリースされましたサードミニアルバム7つの歌あなたの虹になれよりハローグッドミュージックをお送りしております。さあ続いては大阪のガキ大将ヘッドランプからのコメントそしてミュージックビデオが届いております。どうぞ。ブラッシュ TV をご覧の皆様どうもヘッドランプです。イエーイ来た来た。おい、はい、我々トランプ6枚目のシングル宇宙一を発売いたしました、はい、ありがとうございます。ツアーも全国バンバン回してもらってるんでチェックぜひよろしくお願いします。お願いします。おもう今回どうですか6枚目のシングル。いやもう詰まりきった。どうやらノートが詰まりきったメンバーになってます。6年今の訳すと6年分の俺たちが詰まりきった名盤になっておりますということで。そうよく分かってます。よかったら聴いてください。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、どうぞ。それではこのシングルの中から、リード曲宇宙一という曲をのミュージックビデオをご覧ください。はい、それではさよならヘッドランプでした。バイバイ。させたね一人にして悪いね遅くに帰るよ寝て待ってていいよ帰ったら君を起こさないように
明かりをつけずにベッドに座ろう。子守歌みたいな歌はないけど、君を夢に連れてくよ、ベベー。今夜は優しい歌を歌いたいや。レスポールはケースの中眠っている。今夜は優しい歌を歌いたいや。君を起こさないように。不安にさせたね、現実味がなくて。隣に入れたらどれだけいいだろう。けどステージで歌う俺が好きだと君は言ってくれたね。ゲインを最大まで上げて、俺はのし上がるよ。おります。ヘッドランプで6枚目のシングル宇宙一のミュージックビデオをご覧いただいております。さあ続いては大好評大阪みなみで街頭インタビューに行ってまいりました。それではご覧ください。どうぞ。さあということでやってまいりました大好評でございます街頭インタビューのコーナー、今回もですねここみなみで100人の人に今の音楽事情をいろいろ聞いていきたいと思います。今回の質問は、あなたの恋人がもしバンドマンだったらありかなしか、いろいろ聞いてきてますよ。お楽しみに。もしあなたの恋人がバンドマンだったらありですか？え、ギターならあり。楽器的な。え、じゃあボーカルならあり。え、何ならなしな。え、何でもあり。大丈夫なの？好き。大丈夫です。なるほど。かっこいい。彼氏がやってたら嬉しい。いや、はい。いや、ボーカルもいいんすけど、はい、より弾いてる方がね。なしですな。なしやな。なしやな。なし、なし。なし。え、なんで？いや、なんでですか？苦労しそうやんな。ありって言っときます。え、バンドマンですか、まさか。趣味でバンドやってます。じゃあそういうことでありだと。あり。え、なんかキラキラしてるから。あり。ありですか。かっこいいと歌ってる人。え、別にありじゃない。全然ありです。あ、全然あり。全然あり。あ、じゃあバンドやってる例えば彼氏もしできたらどんなイメージある。え、でも意外と真面目やな。真面目なの。真面目そうじゃない。ありです。あ、まあ、ありっすかね。ありじゃないですか。ありです。あり。あり。バリバリライブに行くような。あ、一緒に行くようなライブに。あ、なるほどね。楽しくていいと思います。イケイケノリノリ。全然ありっすよ。全然あり。ありです。別に。もうテンションでライブぶわーやってるのをこう向こうから見てる彼氏どうですか？いやでもそれはない。いやもうでも好きだったらいいんじゃないですか。好きだったら、OK、好きだったらもう全然 OK です。僕もそうです。なし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 。じゃあその理由を教えてください。もうお金がないイメージ。ほんまにそうやな。夢はあるけど金はないみたいな。夢は金はないみたいな。なるほどなるほど。一緒です一緒です。お金がないイメージ。一緒、うん、お金。僕だったら、まあ、人にもよりますけど、まあ、ありっちゃありですよ。ありですか。まあごく、まあ、真面目、まあ、真面目なんでしょうけども、はい、もうまあかっこいいっていう感じですね。あなたの恋人がもしバンドマンだったらなし。なし。絶対なし。
絶対なし、無理よ。なんでそのイメージ、ね、バンドマン。チャラい、金な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 い、やっぱりあるし、もしあなたの彼氏がバンドマン、あ、もうなし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 、もう歌詞にされる、歌詞にされる、もうなしなしなし、もうダメダメ、歌詞にされる、なるほどね、歌詞にされた後もう捨てられる。あ、歌ってほしくないんや。どうですか？ない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 、あ、なしかな、なし、なし、あ、そうなんや、ありですか、微妙、微妙なんや、いや、なんかかっこいいと思いますよ、やってる人もうわーってあるけど、それは私からじゃなくて他の人もかっこいいと思ってるから、ライバルがいっぱいいるわけじゃないですか。そうやね、そうやね、そんな感じです。あ、なるほどね、だから嫌なんや。はい。え、なんで嫌なんですか？ちょ、私よりかっこよかったらダメでしょ。バンドマンはチャラいです。チャラい、チャラいやつは嫌やもんね。じゃあみんな彼氏はバンドマンじゃなくて、はい、なんかスポーツやっててほしい。あ、野球、野球、野じゃあお前はやるな、痛い。サッカーとかですね。サッカー、サッカーやって、サッカー、ステップ、バレーボール、バレーボール、バレーボール、バスケット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 、はい、バドミントン、はい。はい、ということで、あなたの恋人がもしバンドマンだったらありかなしかということで、いろんな方に聞いてきましたが、まあ半分ずつかな、僕の印象では7割方バンドマンありという結果でホッとしてます。以上、街頭インタビューでした。さあ、お送りしました街頭インタビューのコーナーでした。今回のブラッシュ TV、 皆さんいかがでしたでしょうか。メッセージ、そしてご意見ご感想、どしどしお送りください。そして皆さんのおすすめアーティストなんかも教えてくださいね。よろしくお願いします。さあ、それではここでフラッシュミュージックからのお知らせです。2016年の1月の3日ナンバーハッチで大阪のレゲエシーンを引っ張るほとぶきくんのワンマンライブおめでたやがあります。昨年も大好評でございました。ぜひ遊びに来てくださいね。そして1月の18日ジャングルライフプレゼンツエンジョイライフエンジョイミュージックがビッグキャットで行われます。こちらも素晴らしいアクトです。ゴードマウンテン、ソラトビオン、藤田優也、アイワズボーン、ロン、揺れるという最高のロックバンド、そしてシンガーソングライターがコラボしたイベントです。ぜひ遊びに来てください。そしてブラッシュミュージックはですね、クラウドファンディングの運営も行っております。音楽のプロジェクトを中心にいろいろなアーティストたちが熱い思いを皆さんにぶつけておりますので、ぜひサイトの方をチェックしてみてください。それではまた次回もお会いしましょう。ビンビン来てる？ビンビンブラッシュ TV、 バイバイ。Goodbye.